伊達健太郎一1月19日隊は、日本の政治家、鳥取県境港市長、鳥取県境港市、竹内町生まれ、1977年3月、鳥取県立米子東高等学校卒業、1981年3月、大阪市立大学経済学部卒業、同年4月、境港市職員に採用される、 市民生活部長、産業部長、福祉保健部長、総務部長等を歴任する。2019年3月、境港市役所を退職。同年9月18日、人気満了に伴う境港市長選挙に立候補する意向を表明した。2020年7月12日に行われた、境港市長選挙に、自由民主党鳥取県連は、だてと、 元坂井港市議会議員の佐々木智信の両名に推薦を出し、16年ぶりの保守分裂選挙となった。投開票の結果、スケ名簿を破り初当選した。7月25日、市長就任。当日有権者数28,158人、最終投票率62.29%、坂井港市は2021年1月4日、 市長の資産公開条例に基づき、伊達の資産を公開。公開基準日は、任期開始の2020年7月25日。伊達は、自宅の敷地や家屋、自動車、予貯金以外の資産は保有していないとコメントした。 報告書によると、土地は2469.29平方メートル、建物は延べ260.29平方メートル、予貯金総額は1711万1193円。普通自動車1台である。ありがとうございます。